はい、ファミコン探偵クラブプレイ実況第5回調査再開でいいのかな。これ多分後編になるのかな。あたり様、大変です。ジロー様、ジロー様が、え、ジローさんがどうしたんです。もしもし、前頭さん、ある事故で記憶を失った。死人よみがえりの伝説が残る明神村で、やがて成り行きは莫大な遺産をめぐる複雑な事件に巻き込まれる。怪しい商事の社長幹事が土蔵で殺され、事件は殺人へと発展した。そして今また成り行きに。執事からの電話が何かを告げた。幹事の弟怪しい次郎に一体何が。成り行きは再び明神村へと向かったのである。はい、あらすじありがとうございます。はい、マジで？なぜ次郎が？そばには警官と熊田がいます。呼ぶ、熊田。おお、成幸くん、見ての通り大変なことじゃ。なんも大変すぎるわ。死ん、うん、見た限りでは首吊りによる窒息じゃな。昨日の0時から1時頃じゃな。発見者は今朝散歩にやってきた善蔵じゃ。あ、これ怪しいロケなのかな、これ。見ての通りじゃ。見ての通りじゃ。なんか言えよ。なんか言えよ。なんだね。邪魔しないでくれよ。聞く、死因。見ればわかるだろ、自殺だよ。詳しいことは熊田先生に聞いてくれよ。死亡地か。見ればわかるだろ、自殺だよ。いや、わかるだろ、自殺だよ。役に立たねえ警察だな、おい。そうだな。自殺の割には遺書らしきものが見つからないっていうのが変かな。なるほど。じゃあ第一発見者の善蔵に、え、いないの？いないんだ。恐ろしい形相です。うっそうと木が茂った森です。次郎の死体です。屋敷が見える。この場所で次郎は何を思って死んだんだろう。思い出す。ここからだと明神村が全て見渡せます。おう、なんじゃ。他に何か気づいたことは。見ての通りじゃ。見ての通りじゃ。うん、見た限りでは首吊りによる窒息じゃな。まだ何かあるだろ。あ、全蔵いないの。おう、なんじゃ。おう、なんじゃ。え、どこ調べるんだろう。恐ろしい形相です。首、首らへん。やけに念の言った縄の結び方だ。二重三重にくくってやる。えらく念が言っておるようじゃな。確実に死にたかったのかの。善蔵、善蔵たちに用があるなら声をかけてきてやる。わしは病院へ戻るから、そのついでじゃ。あかね、びっくりした。あ、善蔵来た。なぜこのようなことに。聞く、次郎のこと。次郎さんを発見されたのはあなたですね。はい、さようです。
あの時は驚いて声も出ませんでした。夕べの0時頃はどうされてました？夕べは早く休みましたが。気づいたか。夕べ忘れ物を探しに戻られた次郎様は容疑も晴れ、ほっとされておられましたのに。探し物は見つからなかったようですが。思い出す。善造、なぜこのようなことに。あれ、なんかあるか。あ、あかねを呼ぼう。ここにはいないようだ。あ、あずさ、あずさいるじゃん。漢字兄さんの次に次郎まで、一体どうなってるのよ。僕が聞きたい。次郎が自殺だなんて、とんだお笑いよ。自殺なんてするもんですか。そうですよね。どう考えても自殺するっておかしいよ。夕の0時頃はどうされてました？何よ。あなたに言う必要はないわ。言えよ。漢字兄さんも次郎も、アキラが殺したのよ。今度は私を狙ってるんだわ。そのアキラさんと会っていたという人のことですが。何を。あなたに言う必要はないわ。何なんだ。調べる。あずさ、心なしか何かに怯えているような。おお、心当たりがあるのかい、アキラの行方に。喋った。屋敷にいたわよ。屋敷にいたって言ったらでしょ。不愉快だわ。もう話すことなんて何もないわ。帰っちゃった。あかね、ここにはいないよ。善造、なぜこのようなことに。ちょっとあずさのことについて教えてくれないか。気づいたこと。そういえば次郎様がお帰りになられる前、神田様からの電話は茜が取り次ぎました。茜はどこだ。茜でしたら屋敷におります。じゃあ話を聞いてきます。林野家の今です。あれ、なんかなくなってる。電気スタンドは。はい、確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。昨夜の0時頃はどうされてました？次郎様が帰られた少し後に、あずさ様も出かけられたので、一応戸締まりして一人で部屋にいました。あずさが？電話です。メモのついた鉛筆立てです。何かご用でしょうか。呼ぶ。善造、ここにはいないようだ。あずさ、ここにはいないようだ。
けてみるか。神田に。神田弁護士事務所でございます。神田はただいま不在ですが、昨夜綾城二郎という人が伺いませんでしたか。来客ならございましたが、え、その方が自殺？あの、私でよろしければお話を伺いますので、こちらにいらっしゃってください。秘書、秘書来た。神田弁護士事務所です。お待ちしておりました。石野玲子と申します。あ、聞く。林郎家てんてんてん。次郎の、確かに昨夜男の方が先生と一緒にお見えになり、しばらく奥の部屋で話し込んでおられました。自殺されたというのはその方なんですか。それがわからないんだよな。アマチか。アマチだな。お若いのにとても優秀な方です。まだ30代だったと思いますよ。先日も以前担当された事件のファイルを熱心に見ておられました。そういう時の先生には近寄りがたいものさえ感じます。見せる。アキラ、この人を見たことは。さあ、会ったことのあるような気もしますけれど。もう一回見てくれ。なんか若い時の写真だからさ、そう説明しないと。そこをね、なんで説明しないのか。ファイル、おお。過去の事件のファイルは厳重に保管されております。通る。ファイル。何をするんですか。用がないならお引き取りください。ですよね。神田を呼びます。先生はただいま出張中です。出張中か。本堂です。調べる。何をするんですか。用がないならお引き取りください。思い出す。てんててん。他に何かないか。気づいたこと。てんてんてん。何か知ってるだろう。次郎、神田って何者なんだ。特にでも何もないな。あ、明神駅。あれ、いつもと様子が違うぞ。村人が騒いでいます。林の家でまた人が死んだ。どうたりじゃ。呼ぶ駅員。またあなたですか。今度は何のご用です。村人に聞いてくださいよ。村人に聞いてくださいよ。村人に聞いてくださいよ。聞くのこと聞いたとき、なんで点々点が出た。こいつ聞くとできてたな。ない、ない。その人でしょ？明神山で自殺したのは。村人に聞いてくださいよ。さあ、わかりませんね。さあ、わかりませんね。村人に聞いてくださいよ。その人なんですか。父親殺しで締め手配になってるのはまだ子供じゃないんですか。明神山が村全体を見落とし見下ろしています。あの山でジローは呼ぶあたりの人。あんたはまだおったんか。あれほど言うたのに。あんた、もうやめなされ。怪しい路線かかるのは、まだお若いのに。低
菊さんは今夜も村をさまようだ。恨みを晴らすためにな。菊さんは蘇ったにちげえねえだ。怪しいわけでまた人が死んだ。たたりじゃ。あんた、もうやめなされ。怪しいわけにかかるのは。知らん。ズバッと来た。菊さんは蘇ったにちげえねえだ。見せる。知らん。あんた、もうやめなされ。特になんもないぞ。しまった。考えてみれば秘書に昨日来たのがジロだったという確認が取れていないや。写真でもあればいいんだが。なぜ今思い出す。よし、とりあえず怪しいわけに行こう。怪しいわけに行って、ジロ様は免許証を探しておられました。アタリ様、これはジロ様の免許証です。あ、見つけたんだ。お役に立つかもしれません。お持ちください。あざーす。なんで茜が持ってんの。犯人茜か。犯人が茜か。犯人なんか茜っぽくないんだよな。茜出会ってほしくないっていうところもある。見せる。免許証。確かにこの方です。昨日お見えになったのは。あ、この方が怪しい少女の専務さんでしたか。でもあの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。お、聞かせてくれ。お二人はかなり長くお話をされた後一緒に出かけられました。お話が弾んでいたようで灰皿が吸い殻でいっぱいでしたよ。あの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。そろそろ神田と会って話をしたいんだけどな。いや、明治駅はもう多分、あれ？あれ？場所移動がなくなった。その人でしょ、明治が自殺したのは。え、なんだ。え、何するんだ。とりあえず辺りの人に見せる。免許証。あんた本気でその人が自殺したと思うとるんか。この人は自殺なんかじゃねえ。菊さんに殺されたんじゃ。確かに次郎の死因が自殺だとまだ決まったわけじゃない。そういえばそろそろ次郎の検視結果が出てるんじゃないかな。場所移動。熊田委員です。おお、君か。たった今警察から連絡があったぞ。で、どうだったんです。やはりただの自殺じゃと。なんか悩み事でもあったんじゃろう。でも次郎には直前まで全く自殺するそぶりはなかったようですよ。漢字殺しの容疑も晴れて、これから怪しい少女を動かしていけるというのにあまりにも不自然だと思いませんか。確かにそうじゃが。
熊田は考え込んでしまった。免許証、いや、取り立てで話すことはないの。アキラ、うむむむ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 。ん？そういえば最近見かけんな。喉はもういいんじゃろか。わしの言う通りタバコをやめとればよいのじゃが。失礼しました。喉が渇いたのでお茶を飲んできていました。あつさんのこと最近来てない。しつこいの君も。照れるじゃろうが。カズト、うむむむ。カズトじゃと？どこで聞いてきたんじゃ。うん、確かにユリさんの腹違いの弟じゃ。知ってるんだ。守り、うん、気づいたこと。いや、取り立てで話すことはないの。だってカズトのこともっと聞きたいんだけど。あれ、写真、免許証。ん？呼ぶ、熊田。ところで熊田せ、うむ、熊田先生、考え込んじゃった。もう何を聞いても無駄みたいだ。そういうなんか変なフラグの立て方やめましょうよ。やめましょうよ。気づかないじゃないですか。怪しろけの今です。お帰りなさいませ、あたり様。何か分かりましたか。焦げ跡、茜も知らないと申しておりました。特にありませんが、どこに行ってしまわれたのやら。てんてでん、あずさ今どこにいるんだ。それが出て行かれたきりお帰りにならないのです。当分ここにいるとおっしゃってましたのに。殺された？殺されちゃったかな。もはやユリ様が戻られることだけが唯一の望みです。どうぞ。鍵は私が持っております。銅像の奥の扉のことでしたら私にはちょっと分かりかねますが。カズト様は菊様の子供ではありませんが、法律的には怪しろ家の人間と認められます。アタリさん、カズト様も遺産相続には関係があるのではありませんか。カズトが裏で糸を引いてるとかそういうことは多分ないと思うんだよな。探してはいるのですが、やはり何のことやら見当もつきません。ユキコのことも聞かなきゃ。私にはちょっと分かりかねますが。だんだん選択肢が増えていくの。特にありませんが。呼ぶ、茜。いろんなことが続いたせいか、茜は暇を欲しいと言って実家へ帰ってしまいました。逃げた、あいつ。あたり様、今日はそろそろ休ませていただけないでしょうか。少し疲れました。あら、もう推理するコマンドが出てきてしまうのですか。おかえりなさい、成幸くん。何か分かったの？私の調査だけど、結局アキラと一緒にいた男が誰なのかは分からなかったの。アキラの足取りが遺言公開の日を境にぶっつりと途絶えていることは間違いないわ。思い出す。というわけで今回の推理するコマンドでございます。推理します。次郎は自殺の直前まで神田と会っていたようだ。関係者が相次いで消えていく怪しろ家、そしてさらにカズトが何らかの形で事件に関わりがあるのでは。
成幸君、今度は私、何を調査しようかしら。ああ、というわけで、これでいいのかな？思い出す。推理する。あ、いいんですね。じゃあ、ここまでにしておきましょうか。はい。ファミコン探偵クラブプレイ実況第5回。すごいことになってきましたね。もう僕、わけが分からなくなってきましたよ。神田って何者なんでしょうね。今まで一回も顔を見たことがなくて、で、二郎と会っていた。神田が犯人でもおかしくはないけども、そんなポットでのキャラだし、神田自体は綾代少女の顧問弁護士でしょ。だから特にその遺産相続には、かいや待って、その法律家になるって言ってた和人が神田だとしたら30代ぐらいだったでしょ、神田で。和人、もう実はユリは殺されていて、和人の手によって殺されていて、で、神田がカズトっていう、あるな。アマチも怪しいけど、アマチは何者なんだ？ちょっと待てよ。は？アマチと神田とカズトが同一人物っていう可能性あるぞ。そう、あ、待てよ。でもアマチは結局まだ綾代家の人間と誰とも会ってないから、あ、それあるな。え、じゃあなんで主人公、主人公は何なんだ。いや、ここまでの流れでアマチ、神田、カズトが仮にね、同一人物だったとした場合、主人公が綾代家の人間っていうか、ユリの関係者である可能性が高くなってくるわけよ。え？だって、カズトって誰だ？え、分かんなくなってきた。はい、じゃあもうこんくらいしておきましょうか。ファミコン探偵クラブプレイ実況第5回でした。次回も楽しみですね。それではまた次回、バイバイ。メインチャンネルもよろしくお願いします。